した淡い色濃いものみたいなものです。それちょっとやりましょう。はい、遠野のむがそこで番との願い、むがすあったずもな、あるのに大きなつぐるざがやなかったずもな、あるのにそこの我が旦那急に住みすまったずもな、残されたわけおかみさんが胃のことも胃のことも店のこともよく勝ちぬから33の女の座がでね、このまま一生ご近所過ごさせられねべから、これ親戚の人と再婚することを進めたと思うが、くめっこ横ぬふって一個言うこと聞かねかったんだ。そして家業一本の杖を出していたんだ。それで店犬は番頭だのとんずの作る座がいだから、とんずとか番頭だのって人を15、6年も扱ってたんです。その中の中太郎ずわけ番頭だったんですな。亡くなった若旦那の褒めでいだったんですが、若旦那亡くなってからおかみさん助けて鍵しなんだ長かしくもんだから、おかみさんも頼るぬすてこうなんとなく過ぎぬなるはずみであったんですな。ある日蓋ぬすて蔵の中を片付けていたところが、中太郎おかみさんどうさ寄ってきて、あのペッコ話すこあるんだと思う、つらっこ赤くしてこうもずもずっとしてたぞな。いきなりのことにおかみさんもたまぎだと、あきゃ何の話すこや、おかみさんも赤くなったぞな。中太郎まずみなつらして、もしこの話聞いてもらえればほらこの一手当てがいまりますって知ったぞな。おかみさんは、はあ、そんなののぼしねえでよ、おめえの気持ちこば目から分かってらった、そんだから万人の純粋においのやさきできる待ってるからって知ったつもな。おかみさんの身もはうるんでいだったと、万人だなって言われて今ここで来てくなしって、中太郎蔵の中のあだるおどるをキョロキョロっと見たつもな。蔵の中は薄なくて誰も来ねがった。おかみさんも胸のあたるが切なくなってきたつもな。中太郎の肩幅が急に大きく見えてきたんだ。はあ、そのお姉さん流れてなって気持ちこなってきたつもな。だって行かす行かすかって中太郎知ったつもな。おかみさんもかっこよくうなずいて中太郎の胸さえ寄りかかったと。中太郎もおかみさんの肩をぐっと抱えて、おかみさんの耳さえくつこ押しつけたつもな。そして思い切って知ったと、バンガランドグルミス結構盛りのスティキリカチって知ったんだとさ、バンガランドね